朝原橋は山梨県南アルプス市と中央市を結ぶ富士川と呼ばれるにかかる橋である。現在の橋の全長は407メートル、全幅11メートルとなっており、最初の橋が架けられてから6代目にあたる。南アルプス市南部から特急停車駅である三部線東花輪駅を結ぶ重要な橋梁であることから交通量が多く、 新山梨環状道路釜梨川大橋が、強要された後もラッシュ時間帯において混雑する。山梨県道12号にき南アルプス中央線の旧道区間上にあり、古くから寸州王冠として、海の国と駿河国を結ぶ、交通の要である。しかし、江戸時代は、釜梨川がそれを遮り、滑水期に仮橋がかけられたものの、それ以外は、 朝原の渡しと呼ばれる渡し船が使われていた。明治時代になると、東岸の朝原村で家業の機運が高まり、対岸の薄いあわら村と共同で1873年に全長342メートル、幅2.7メートルの目標がかけられた。費用は、朝原、薄いあわらの両村で出し合ったが負担が大きく、山梨県の許可を得て、橋船を徴収していた。 なお、当時はこの一帯はすべて、渡し船が使われており、1899年に上流側に開国橋が架けられるまで、唯一の橋であった。1899年に、山梨馬車鉄道が、東岸路で延伸し、当初は橋を使わず、ここから運河を使い荷物を運ぶ計画であったが、肝心の運河が船を渡すことができなかったため、藤川周運関係者の有志で、 カジカザワ鉄道が設立されカジカザワで延伸することとなり1901年に朝原橋を渡るルートが開通した。なお、1902年にカジカザワ鉄道は山梨馬車鉄道に吸収合併されている。1906年に山梨馬車鉄道は京弁鉄道に置き換えられ、山梨京弁鉄道となり、同時にやや北側へ移る形で、 鉄道道路併用橋として2代目の橋が架け替えられた。しかし東岸では富士方面から富士見信鉄道の路線工事が行われており、さらに乗り合い自動車との競争に敗れた山梨軽弁鉄道は1925年に甲府電車軌道に買収され、さらに甲府電車軌道は朝原橋を渡らず開国橋を渡るルートになったため、1927年に カジカザワから千秋橋東詰めまでの区間が廃止されたことにより、鉄道道路併用橋としての使命を終えた。翌1928年に、富士見の鉄道が甲府駅まで開通し、東岸に東花輪駅が開業すると駅と並行するよう橋は南側に移設され、三代目の橋が開通した。しかしこの橋は、釜梨川の増水の土に流されたため、 1950年に両端は目標のままであるが中央部を公共とする四代目の橋が架橋さらに1962年には両端も公共となる五代目の橋が架橋された。五代目の橋も架橋から50年が経過しており、上述の通り交通量も多いことから老朽化が著しくこれまでに数回の 修繕を行っていたが、2011年より6代目の橋へ掛けえる工事を開始。2015年春行、共用開始を目指し工事が進められていたが、予定より早く2013年12月3日に開通し、共用を開始している。ありがとうございます。